皆さん、おはようございます。年商5億円の歯科医院がやっていること、どういうことでしょうか。30数年前に歯医者さんとしてスタートされた方が岡山におられまして、当時は先生1人、助手2人、椅子が3つということでスタートした先生がですね、なんと今年商5億です。その先生が取り組んできた問題は、女性スタッフとの良い関係の築き方。これ今日のゲストはですね、岡山の、先生で花房先生が、この本ですね書かれた方ですけれども、ちょっといろいろお話を伺いたいと思います。どうやって30年間5億円の年商をのビジネスを伸ばしたのか、ちょっと伺ってみたいと思います。花房先生、おはようございます。おはようございます。 Nice to meet you. Nice to meet you. 世の中変わりましたね。こうやって文明の利器があって、離れている日本にいらっしゃる方とも会話できますし、ロサンゼルスの視聴者さんたちにも日本のお話を伺えるって、本当に幸せな時代ですね。本当そうですね。幸せです。本当にびっくりです。ですよね。でも、こういうことは嬉しいんですけれども、先生のご商売っていうかビジネスはこのコロナで何か影響ありますか？やはり人が集まるやっぱり場所なので、特に問題を感じてないような方ですね。ケア、メンテナンスの患者さんはやっぱり減りましたね、一時。やっぱりみんな避けてるんですか？そうですね、感染を恐れてやっぱり人が集まる場所には来ないようになりましたね。まあ特に口開けるとそれこそ唾は飛ぶわ。もう歯医者さんが一番大変ですよね。マスクするわけにもいかないし、そうそう、マスコミもそういうふうにアナウンスしました。先生はこの6ヶ月間どういうふうに乗り越えられてきましたか？感染対策、はいはい、それをしっかりやって、それを周りに患者さんにアナウンスしていきました。やはりでも最近は少しぐらい緩んできたんじゃないですか？そうですね、はい、だいぶ戻りました元に。まあコロナに対する恐怖とかそういうあれもだんだん薄らいできたような感じがしますね。そうですね、そのコロナに対する恐怖は薄らいだのと、コロナに対する理解が深まったということと、ニューノーマルな生活様式っていうのがだいぶ普及したんだと思います。そうですね、現に先生、はい、私たちがこれやってるのはニューノーマルの一冊ですもんね。そうですね、でないと先生がうちのスタジオの方へわざ飛行機乗ってやってこなければいけないしね。そうです、はい、はい、いや先生、この5本出版されまして、私最初年商5億円と見た時にびっくりしましたけれども、はい、歯科医院で年商5億ってどういうふうに稼ぐんですか？特に変わったことはしてないんです。ただそうなんですか、はいはい、ただ規模がですね、はい、最初は先ほど白井さんがお話しされたように、椅子は3台のスタートなんですね。今が28台なので、はい、それプラス、今日本では往診っていうシステムがあるんです。歯医者の出前です。え、はい、歯医者の出前、はい、楽しそうじゃないですか？はい、で40台近くに車が9台あります。へえ、はい、ですから椅子が、30台弱と車も10台弱あるので、だいたい9倍ぐらいの、ね、規模になった。そうでしょうね、はい、そのせいです。先生、これって昔の言う往診ですか？はい、そうです。病院まで出てこれない患者さんのためにこちらから出かけていく、はい、なんていう素晴らしい。そうですね、はい。アメリカはないですか？ありませんね。あ、はい、私たち住んでるこの南カリフォルニアですね、うん、
相変わらず町の歯医者さんのところへ出かけて行って、そこ椅子座って見ていただくと、いやさすが日本ですね。そうですね、日本は、国が進めてますね。今やはり体の不自由な方で老人ホームとか、あと病院とか、あと家で寝たきりの方、日本も増えています。そういうふうな方は、病院に通えないので、往診というシステムが、ドクターもですし、デンティストもできています。それは先生、病院の中の設備をそのまま持っていくわけにいかないから、やっぱり宿泊されるんでしょうね。特別な道具を用意してます。あ、なるほど、はい、コンパクトに車に積んでそれを全部持っていきます。へえ、これって日本中は今そういう傾向になっているんですか、それとも先生の方が、まあ、アドバンスで患者さんのために思ってそうされているのか、だんだんやっぱりそういう傾向になっていくんでしょうか。そうですね、全体として国が推し進めてますね。まあ、やっぱり医療っていうものは国が後ろにバックアップしていただかないと、歯医者さんだけでは、お医者さんだけでは頑張る限界ってありますものね。そうですね、往診も保険が効きますだから。あ、そうなんですか、なんていう素晴らしいこと。そうですね、ますます日本帰りたくなりました日本はね、本当にいや、医療までが至れり尽くせりっていうのはびっくりしました、正直な話。いろんな面でね、日本の文化は至れり尽くせりっていうのがありまして、いやー、歯医者さんまでそこまで考えてなさってらっしゃるなんて、私は本当に浦島花子です本当に困った方に対してその、足元まで行けますのでね、そばまで行けますから喜んでいただけます。そりゃそうでしょうね。そうなんですか。いや、先生のこの5本の表紙のところですね、女性スタッフとの良い関係の築き方、普通はですね、社長とかマネージャーが社員、普通社員だけですよね。でその社員といったらもう男性としか頭の中にないんですけれども、女性のスタッフとの良い関係、これ私初めて見ました。やっぱり違うんですか、はい、男性の社員と女性の社員とは。そうですね、私はそういうふうにあまり慣れてなかったので、女性にね、すごく女性とそういう仕事の中でお付き合いするのは、すごいトラブルだらけでした。これってやっぱり、まあね、先生だけじゃなくて日本の一般社会、一般の文化がそんなことじゃないでしょうか。そうですね、うん、はい、それを先生どういうふうにしてこう乗り越えてこられましたか、30年間。そうですね、まあ一番大きいのは、女性ですね、相手を、私が社長で女性が、社員だとしたら、社員を無理やり僕の色に変えようとしてたんですよね。今は、その人の色を、極めようとか高めようとかっていうふうに思うようになりました。そうですね、人に、自分にじゃなくて自分から向こうへっていう流れが反対に、はい、そうですね、心のベクトルが反対になりました。そうですね、先生、ここまで伺いますと、なんか倫理の教えみたいな感じですね。そうですね、その通りです。はい、相手を変えるならば、まず自分を変えるっていうことですね。そうですね、いや、一見して、あ、そうですかって、自分を変えるってどんだけ大変なのか。特に先生はね、病院経営しながらスタッフと接触しながら、毎日毎日本当に大変だったと思います。この先生の本を読ませていただきましたね、まあこの30年間、壮絶たる人生、歯医者さんの人生っていうふうに読めますけれども、そうでしょうか。
そうですね、なかなか心が休まる時期はなかったですね。なんか最初はなんかこう吐きそうな気持ちだったって、もう精神的なね。そうですね、あの女性とのそのトラブルばっかりですごくあのイライラしてまして、でストレスで胃がやられて胃が痛んでもう吐きそうな気持ちにいっぱいになりました。でそこを結局自分を何とかして自分を変えていかなきゃ状態は変わらないんだっていうことに気づかれたんですか、それともだいぶ経ってから気づかれたんですか。多くの方のアドバイスを受けたんです。はい、はい、その中でアメリカではあるんですかね、北風と太陽っていう話知ってますか。あります。はい、あります。はい、はい、でも日本人ほど多くはありません。あ、そうですか。はい、ある男のコートを脱がすのに太陽と北風が競争したんですよね。北風は風で強い風で脱がそうとしたし、太陽は熱くして脱がそうとしたんですね。で私も、そのある方に言われたんです。先生は北風ですか太陽ですかって。その時に、気づいたのが、僕は北風をしていたと。強く当たっていたの、ビュー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 と強く当たっていた。やはり社員には温かく熱くなるような気持ちで接しないと社員は自分の心の服を脱いでくれないんだなっていうふうに気づきました。で成功でした。そうです。30年間かけて、いや30年まで必要ないんですよね。大体何年ぐらいからそれに気がついて実行されて、その結果みたいなものが見られるようになったんですか。15年ですね。わあ、先生、病院経営の半分ですね。そうですね。それで今年商5億、病院3件、従業員90人、はい、これって岡山一だと思いますけど、もしかして日本一じゃないんですか。あ、それはないです。あ、はい、そうですか。はいはい、もっと大きな歯医者さんあります。そうですか。はい、だけど先生はまだお若いんですから、まあ、これだけたくさんの苦難乗り越えられてきて、まあ、あとは幸福の門が目の前にあるんじゃないかとそうです、ね、思いますけれどもね、どうでしょう。そういうビジョンは持っています。まあ数も大事ですけど、幸せなスタッフを増やしたいっていうビジョンを持っていますね。はい、先生、コマーシャルの後、はい、幸せなスタッフを増やす方法、そしてどういう夢があるのか、そのお話を聞かせてください。はい、ありがとうございました。先生ね、あの病院を大きくしていて、はい、そして、まあ、スタッフを増やしたりとか、あの普通だったら、あのビジネス経営するのはこんなもんですよねって、やっぱり経営する以上は利益を1年1年1年ごとに増やしていくとか、でもそればっかりが経営ではないと思いますね。先ほどコマーシャルの前先生おっしゃられたように、はいはい、幸せなスタッフをどん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 増やしたいって、これは意味深いですね。素晴らしいですね、はいはいはい、先生のスタッフになれる人みんな幸せだと思いますよ。はい、またやっぱりこういう困難な時にどういうふうにしてその幸せなスタッフを増やせますか。あの経営っていうのはよく日本では人、物、金って言われますよね。で経営を、支えるのはそういう人間、人ですよね。そして、物っていうのが、ビジネス、サービス、あとその専門的な技術ですよね。であとお金っていうのはそのキャッシュフローであったりファイナンスであったりっていう、人と、ビジネスモデルと、キャッシュフローファイナンス、その中でやはり一番今大事だと思ってるのは、人なんです。で人っていうのを大事にしていくことでその経営が落ち着くし、
未来が見えるっていうふうに、思っていて、でその中でもやっぱりその人を幸せにするできる会社っていうのがこれから、生き残っていけるっていうふうに、考えて、そういう、スタッフが幸せを感じる、やりがいを感じる、そのために、会社が何ができるかっていうのを一生懸命今、実践しています。まあ、先生のお仕事ってやっぱり人が必要ですものね。先生一人で左ももう走り回って診療するわけにもいかないし、やっぱりアシスタントたくさん必要ですもんね。そうですね、はい。またそのアシスタントさんたちもこういうお仕事を選んで人のために歯を治療してあげて、きれいきれいにしてあげることのその喜びをですね、感じてらっしゃるんじゃないかと思いますけれどもね。はい、よく人生観であったり、使命観であったりってよく言いますよね。はい、だから僕たちが、会社をどうしたいのか、会社の価値っていうのを明確に、従業員に伝えています。そして従業員は自分の働きのやりがい、楽しさっていうのをはっきりと言葉にできるように普段からトレーニングしてます。そうすることで、従業員が自分のやっている価値が分かり、その難しい言葉かもしれませんけど、自己肯定感っていう部分が、高くなってきます。そうすることによって、その人がやりがいを持って働いてくれるので会社の業績も上がります。それは自然の法則ですよね。そうですね、今 の, あの若者はですね、はい、なんか一攫千金で、はい、あの変な人が、はい、まあ、変な人というか、もう本当にお金をクイッククイッククイックのやり方で自家飛行機乗ったりとか、スキーでも行こうかとか、うんうんうん、そういう人生をこのメディアは結構大々的に取り上げて、うんうんうん、彼らのことを英雄みたいのように報道しているんですけれども、はいはいはい、あ、私は正直やしすごく心配ですね、あの若者たちにとって、うんうん、ああいうふうに思われてしまったら大変だなと思いますけれども、今先生おっしゃられたように、はい、幸せなスタッフたちを増やすことって本当なんていう素晴らしいお考えでしょう。うん、やはりあの幸せなスタッフでしかお客さん来てくださる方を幸せにできないと思うんです。確かに相手がお金の顔してきたらいいですけど、そうじゃないですよね。やはり相手も、ね、自分のことを本当に心配してくれる人に対して心を開き体を開くので、まずは社員が一人一人が幸せを感じられているから、その幸せを周りに配れるだと思います。やっぱり病院の中の空気っていうものでしょうね。そうですね、先生これはね、はい、あの会社でいう社風ですね。社風、そうですね、その文化っていうのを、まあ、うちまだ30年ですからそう強くまだないです。これをもっともっと社風文化っていうのを、いいものにしていくと、もっともっときっちりとしたあのブランド化ができると思います。先生今90名ぐらいですか、はい、あのスタッフさんが、はいはい、その女性スタッフとのいい関係ってどういうふうに、あのいいか、あの男性のスタッフももちろんいらっしゃるかと思うんですけれども、うん、そうですね、あのどういうところにどう違うんですか。男性の部下と女性の部下ってやっぱいますよね。はい、はい、男性の部下はどちらかというと理屈が分かっていれば少々、はい、上司が部下に対して無理難題を言っても OK だと思うわけですよ、理屈が分かっていたら。はい、女性の場合は理屈ではなくてまずは人間関係ができていないと指示命令は従ってくれないと思うんです。なるほど、はい、ですから女性の場合はまずは、いかに私と上司が、部下である女性を信頼している、人としても、専門家としても信用している、とても、
任せるに値する人だと思っているとかっていう、その信頼関係を築くためのコミュニケーションであったり、いろんな、まあ、言葉を超えた関係性を築くようないろんなものを提供しているっていうことですね。ですから、仕事の前に人間関係っていうのが女性スタッフとのうまくいく秘訣じゃないかなっていうふうに思います。そうですね。またやっぱり男性だと男性の上司からきつい言葉で言われても、まあ男性同士っていうあれがあるでしょうけれども、女性スタッフさんの場合はやはりちょっとそのギャップがあるんじゃないですかしらね。ですから、女性の場合はできるだけまめにコミュニケーションを取る、特に入社が浅い、あまり会社に入って時間が経ってない、社員に対しては私どもは、交換日記をします。交換日記、はい、へー、ノートで、はい、毎日先生がつけたのと女性スタッフがつけたのと交換して読むんですか。一冊のノートに、はい、毎日、女性スタッフが自分の心とか、テクニックでの悩みとかを書きます。おー、なるほど。それを、リーダー上司と交換、毎日交換します。で、私は週に1回チェックします、はい、そうすると本当にスタッフさんたちが抱えている問題はもう上司がもういち早くキャッチすることができるんですね。そうですね、これは歯医者さん関係の歯科病院だけではなくて一般の社会会社にも通用しますよね。そうですいやー、なかなかそれを実践しているところはないんでしょうね。その交換日記を始めてから、早いうちに、退職する、メンバーは減りました。お、はい、会社だと男性の上司が部下、男性の上司が部下の男性の部下を連れて赤ちょうちん行ったりとか飲みにケージャーやったりとか、そういうことですよね。はいはい、でも女性を連れて赤ちょうちんっていうわけにはいかないし ね、 そうですね。特に先生の場合は女性スタッフの方が圧倒的に多いでしょうから、毎月ですね、1回その月の誕生日の人と、だいたい5人前後と食事をするようにしています。お誕生日会みたいなもんですね。そうですね。大勢だとしっかりコミュニケーション取れませんので、少ない人数でコミュニケーションが取れるそのチャンスをたくさん作ってます。聞いたお話やけど、今の若い人たちはなるべく上司を避けて仕事以外の時間は一緒にいたくないって、そういう現実ありますか。まだうちではないですけど、やはり、自分のことを大切にしてくれる上司だと多分行くんだと思います。そうでしょうね、ただ仕事の上の話だけではやっぱりちょっと物足りないかもしれませんね、うん、そうですね、で、まあ、あとは、どうぞ。仕事の中でのルールでまずは上司がやってみせるね、それをちゃんと教えてやるまでそばで見守るとかですね、それも社風の一つだとは思うんですが、もう目を離さないでいるっていうのが、はい、最初は大事だと思います。まあ、若いスタッフさんたちから見れば、はい、やっぱり本当にこう見守ってくれているっていう、自分の成長を見守ってくれている上司さんっていう風に感じられるからでしょうね。そうですね、自分親子のような感じですね。あ、本当本当、親は木の上に立って見るなので、ずっとなんか見守っているっていう、そういう、感じを、部下には与え続けているようにしています。まあもちろん sometimes 時々やっぱり悩みもあるでしょう、若い人たちにはですね、その悩みも聞いてあげて、なんとかして、
まあ、解決してあげられるとか、やっぱりそうです、ね、本当にただの上司ではなくて、親としてでも、そうですね、兄弟とかみたいな、そういう役割が何個もあります。先生忙しいですね。忙しいですね。でも社員たちのその成長ぶりをご覧になって、あ、やっぱりやっててよかったなっていうのはきっと終わりでしょうね。三十数年前にスタートされた時の苦難を思えばですね。そうです、はい、彼女たちが独身で入って、はい、結婚して出産して、お子さんと一緒に、連れてくる、またそのお子さんが、同業の仕事をするとかですね。へえ、はい、そうですか、それは素晴らしい。いっぱい楽しみあります、はい、ね、素晴らしいですね。いや、先生はまだまだお若いんですから、これからまだまだもう病院3つだけじゃなくて、ね、その話も、はい、来週いろいろまた伺いたいと思いますので、はいはい、今週はどうもありがとうございました。ありがとうございました。